じゃあこんにちは。はい、さゆたかさん、セリーヌ。もういいかな。もう過ぎましたね。ちょっとね、もう、だんだんね、街中もこう仕事ムードというか、始まりっていうね、感じもしますけれども、はい、もうね、この YouTube はもう関係なく、三が日も関係なく指導してますんで。まあ、365本を上げる目標だからね。まあ、スタッフに言われたけどね、ちょっと休めませんかって。そうですよね。言われたんだけど、ちょっと休まないんだよ。サラリーマンの方でも一応土日休みとか。いや、休まないよ。この、ね、動画は本当毎日上げてますから。1日2本って言うとこなのかね。そこを入れたら本当ですよ。労働基準法大丈夫なのって感じもします。スタッフが頑張るんだよ。本当にスタッフなんかげっそりしてます。大丈夫ですか、ね、あの LINE が来るんだよ、ね、そこを上げますかみたいな、最速もあるから、たまに。あ、逆に。そう、逆に最速もあるから。豊さんっていうと、速報おじさんですから。速報豊かだから。そう、速報取って出し豊か。あ、そうそうそう、もう本当速さではナンバーワンなので。大変なんだ。それがないと逆にスタッフが寂しい。豊さんなんかあった、ちょっと病気してんじゃない。そうそうそう。そうなんですよ。寝たきりになっちゃったんだよ。そう、大丈夫って逆にね、思われるぐらいこちら元気に、ね、そうそうそう、活発に動いてますので。だから今シーズンも頑張るよね。頑張りましょう。で、頑張るといえば、今シーズンね、はい、12チームどんな風な頑張りを見せてくれるのかというのを見てきまして、ね、はい、今日からはパリーグになります。じゃあパリーグの昨年の A クラスのチーム、はい、3チーム見ていきましょう、はい、まずはオリックスの今年です。これね、オリックスがね、まあ、優勝はしてないんだけど、優勝争いしたね、ソフトバンクと優勝争いして勝った方が優勝っていう試合があったと思うんだけど、伊藤光がさ、もううなられて泣いて、はい、もう立ち上がれないぐらいに、そういう年があったのね、はい、で翌年見るとさ、ピッチャーが崩壊してるんだよね、中継ぎ陣が特に、はい、ものすごいその時も投手陣が良かったんだよ。やっぱ疲労が抜けてなかったんだろうね、でそのぐらい酷使してたという、なんか二の舞ならないだろうなっていうちょっと不安はあるんだよね。あ、昨シーズンの良かったその投手陣が今シーズンそのどうなるのかっていう。そうだね。特に中継ぎっていうことですか。まあ先発もそうだけどさ、はい、山本宮城っていうのが、これ崩れるかというと崩れるイメージは全くないんだよね、はい、でも両山崎、はい、っていうのはなんかまだまだ不安だしね、だからまあ大丈夫かなっていうピッチャーことはちょっと考えてる、うんうんうん、で野手は給料上がったな、はい、いや嬉しいでしょうね皆さん。もうね、はい、契約に一遍の悔いなしってもらおうね、まあ、何倍になったんだ。それは悔いはないだろうみたいな。まあホームランも取りましたしね、そうですよ。で吉田選手も年俸グッと上がりましたし、そうだね、大丈夫かな。お、いや俺ね、給料が上がった時に一番心配なのは、やっぱ満足感なんだよ。人間ってやっぱ満足感を与えると動きたくなくなるんだよ、だから腹満腹だったらちょっとゆっくりしたいなと思うでしょ。思います。だからそこなんだよ、その7分目とか8分目とか。そうそう、もう1000万ぐらいなんとかしてくださいって、じゃあ今年やったらっていう、少し火種があった方がいいんだよね、いっぺんの悔いなしって契約しちゃったらさ、そうですね、それで満足かとかって、胸もそうだろうしね、だからどうなんのかなって。まあ吉田はもう実績をずっと積み上げてきてる選手だから、まあ安定した力っていうのは出してくれると思うんだけど、だからまあそこら辺がちょっと心配だな。そうですね、やっぱり昨シーズンブレイクした選手とか昨シーズン伸びた選手がやっぱりオリックスって、まあ、多いというかだけに、それをじゃあ今年も継続していけるのかってい う、まあ、クレアバイス選手もそうですしね。そうそうそう、だからまあそこら辺を厳しくね管理できれば、はい、やっぱ力のあるチームだよね。そうですね、まあエースがいるし、はい、で左のエースもいる、でバッターとしたら吉田、杉本っていう柱がある、はい、だから柱がこけないようにしておかないとさ、この4人にかかってると思う。お、今挙げた、はい、この4人がしっかりした今年みたいな、昨年みたいな成績を残してくれたら、枝葉はできるちゃんと、はい、そのぐらいのチームだと思う、だからこの4人にちょっと注目しててほしいなと思うね。そうですね、はい、さあロッテです。ロッテは、なんていうのかな、いいんだよ、はい、パンチがないんだよ。パンチがない。でこれってないんだよ。はい。わあ山本はおおすごいみたいな。うんうんうん、誰がいないんだよ。C っていうのは佐々木朗希投手とか。まあそうだね。それが一本柱になってくるといいよね。
そうですね、まだそこまでにはいけてないっていう。そうそうで、今年はおそらく先発ピッチャーがいいよ、はい、それで中継ぎ投手陣も良ければいい、うんうん、で増田が昨年パ・リーグの6球団の中で増田しかいないんだよ、そこのポジションを1年間守り通せた人間が。ああそうか、逆に言えば疲労がそこだけはあるっていうことだよ。あ、そうですよね、うん、だからオフの期間が短いし、これが抜けてればいいよね、はい、抜けてなかったら、抜けてなかったらやっぱこう今年はえロッテだけが抑えが変わってんじゃねえかっていうことになりかねないということだよ。そうですね、うん、だからまあそこら辺のこう管理、危機管理、うん、まあ、そういうことがしっかりできてれば、俺はロッテは安定した戦いができると思う。野手陣もってことですか、まあ、バッターとか。野手陣はやっぱ若手の底上げ、うん、井口監督はね一生懸命若手を我慢して使うんだよ、はい、で藤原とか月間 MVP を取ったよね、はい、そういう時っていうのはやっぱチームが上り調子なんだよ、うん、でも藤原が最後はもう出れなくなっちゃってる、うん、調子が悪くて、そうなってくるとやっぱりチームも勝てなくなってくるんだよね、うん、だから安田もそう、はい、安田もサードのポジションを与えられながらしっかり掴みきれないという、うん、で最後は山口っていうのが頑張ったけど、はい、でも試合数もまだまだ物足りないし、うん、だから若手がどこまでそのベテランを脅かすか、はい、そこだと思うね。力は持ってる、はい、バランスがものすごくいいチームだよ、うん、やっぱ打てるし点も取れるし走れるし、うん、まあ守備もそこそこいいしっていうようなことで、本当にバランスのいいチームだけにパンチが欲しいんだよね。だからまあ佐々木朗希は言ったように、はい、うん、柱になってくれるとね、うん、いいなっていうふうに思うね。なんか一つそのパンチの効いたチーム、強いチームになるっていうことです、ね、そうそう。で若手っていうのをもう押しも押されない、はい、ね、村上みたいなのがパーンと出てくれ一番いいんだろうけど、はい、それを期待するのは、まあ、安田であったり藤原であったりとかね、うん、そういう選手が出てきて君臨をする、はい、そうなってくると俺は本当に強いチームになってくる、うん、でもバランスはいいよ。そうですよね、ロッテは本当 本当になんかここ本当ずっと強いイメージというか、バランスいいなっていうイメージがあります、うん、さあ楽天です。楽天はね、取りましたね。何が？西川選手を。あ、西川取ったね、はい、やっぱ課題はね、うん、1番バッターなんだよ。攻撃型を一生懸命使うけど2割5分いかないんだよ、はい、1番バッターで、ね、うん、で山崎っていうのも使ったけど率がやっぱりちょっと低いんだよね、うん、出塁率とフォアボールの取る率っていうのは浅村と島内っていうのが、はい、パ・リーグの中で1位2位を争うぐらい出塁率は高いわけよ、うん、そうなってくると1番がいきなり倒れて、はい、ワンアウトからスタートするよりは西川って11年間で通算3割8分ぐらい出塁率がある選手なんだよね、はい、これを取れたっていうのが大きいよね。うん、ただ守備はどうするんだみたいないろんな課題はあるにしても、はい、打線ということを考えると西川っていうのは大きいよね。そうですよね、うん、取れたというのはいや大きいんだよ、うん、大きいんだけど また左なんだよ、左がずっといや右がいやだからすごく打線のバランスが悪いよね。右ピッチャーに聞くと右ピッチャーはが本来、うん、左バッターに投げるの大好きなんだ、はい、幅を使えると、うん、でも右だとインサイドに投げにくいピッチャーもいるわけよ、うん、でも左だとすごく投げやすいって言うんだよね。佐々木朗希なんかは左バッターに投げるのすごくうまいピッチャーだから、はい、カムにされちゃいますよね。そうそうそう、いやだからちょっとバランスが悪い。右バッターが誰か育ってこなきゃいけないよね。誰か、うん、右でこれっていう選手が出てくるといいんでしょうけど、まあいいんだろうけど、うん、だけどやっぱ右がやっぱこう出てきてほしいよな、スコアな。そうですよね、うん、打線ではね、はい、はい、まあ、ピッチャーは、はい、今年、うん、マー君と早川で15ぐらいは多分貯金すると思うよ。もう昨年15っていうふうに踏んどいて俺優勝にしてるわけだ。それが誤差、ね、狂っちゃったんですもんね。だって貯金できないんだもん、だってマイナスなんだから。でもでマー君なんかほとんどクオリティスタートで、はい、まあでもこういうピッチャー、そういうピッチャーじゃないんだよね。うん、勝たなきゃいけないピッチャーなんだよね、はい、でも、まあ、あれだけの防御率が良くて、うん、あれだけ勝てないっていうのも辛かったと思うだろうけども、うん、まあ、今年はやっぱり流れがちょっと変わると思うよ。
去年の よりかはってことですね、うん、でもあれだけ強い選手がこう集められて集まってきてもう優勝してもおかしくないというか、まあね、解説の方もやっぱり毎シーズン楽天優勝って起きたくなるメンバーがいてなんで優勝できないのかなっていうのが逆に打てないのと走れない、はい、打てない走れない、うん、これ致命的だから点が取れないと、はい、その3拍子が揃ってそこなんですね。だから西川を取ったということは得点力が少しでもアップするんじゃないかっていう期待感はあるよね、うん、はい。ただ、まあ、ピッチャーで言えばマー君がマー君と早川で、まあ、セットにするわけじゃないけども、はい、まあ、10ぐらいの貯金は作ってる最低でも10ぐらいは作ってくれるんじゃないかと、うん、で則本っていうのがやっぱこう負け越すとは思えないんだよね、はい、絶対勝ち越してくる、うん、まあ、10勝しながらね、うん、ただ岸が勝ち越せなくなってる、うん、涌井がどうなんだ。そうなんですよね。まあ、竹中っていうのはなんか非常に昨年一人頑張ってたみたいな先発でね、はい、だからちょっと計算ができないピッチャーも多いよね、うんうん、名前はあるんだけど勝ち越せない、はい、でただ投げてるボールはいいけど点取ってくれないから勝てないとかさ、なんか悪循環というか、まあ、悪循環なんだよね、なんか流れがそうですよね、うん、悪循環になるよねああいう打線は、まあね、こう一本調子左ばっかりだもん だってさ、はい、左のワンポイント使うワンポイントじゃない5ポイントぐらい使えるんだからずーっと左だからいや相手チーム取ったらラッキーですよね。楽そうですよね、うん、だからそこら辺のバランスの悪さが解消されるといいなっていうふうに思うけどね。楽天は、はい、というわけで今日はパリーグの昨シーズンの A クラスのチームを見ていきました、はい、じゃあ次は B クラスですね、はい、昨年のB クラス面白いぞお前お、はい